大家好，今天我要来解围炉夫的秘招。它是漫画中跟漫画中的铁匠，他不是锻造魔铁，但他其实想锻造魔铁，因为他这个家族是落寞的贵族，曾经因为大量锻造魔铁而导致许多国家灭亡，所以他不想再锻造魔铁，他想靠自己的力量。那这是我们开始走吧，遅いですね。不会跳过。鍛冶師の仕事が詰まってるのかな。よ。もう遅いですよ。其实，但我们发现其实。なんですか？その格好。ウルフの。なんだ？后面几乎都听不到。それって鍛冶仕事するときの服だよね。这个其实我觉得没有太大影响，就随便解。今からリリたちはダンジョンに潜るんですよ。どうして普段着なんですか。それにしても作業場じゃないからかな。改めて見ると普段のベルフとなんだか印象が変わるね。そうなの。まあ。ええ、サムエを着てるから武器の代わりにハンマーしか持ってきてないなんてこともなくて安心しました。なっ。けど思ったよりもずっと動きやすそうだね、その服。ああ、そうなの。いかにも鍛冶師用って感じに見えるけど。前にもそれ着てダンジョンに潜ったことあるとか。いや、なんだかさっきから奥歯に物が挟まったような物言いですね。なんだ。いえ、なんとなくですけど、そのサムエの話になると急に歯切れが悪くなると思いまして。別に。当ててごまかすのも怪しいですね。やっぱりそのサムエ何かあるんじゃん。おいおい。ちょっと待ってよ。何かありそうですね。俺がガネーシャだ。行きますよ。頑張るにゃ。勝つために。原则上我战斗还是都开自动，比较偷懒。但当然你在打 boss 关的时候，如果你想要一次就过完条，建议是开飞机。僕だって。行くよ。俺がガネーシャだ。俺が勝利のガネーシャだ。無事に帰ってくるのよ。私がやろう。俺がガネーシャだ。勝つために。行くよ。頑張るにゃ。行きますよ。負けないよ。無理だって。
ね。ご褒美は何がいいかしら。放，因为最近在练它，习惯会把抽到三星，我的习惯是会把抽到三星以上都练一练。所以就是说，你要因活动内容任务呢去调整你的队伍，最主要还是主要的上场队伍，然后你的 sub member 呢可以放一些你要的人物，或是关卡所指定的人物。私がやろう。信じているわよ。これで終わりだ。私がやろう。力を貸してあげる。これで原则上是把你的把都升到了60，不要算主动，你先把上场的主要冒险者都升到60。其实过到难度40，困难度40到50，应该都还算是主动。みんな、行こう。僕だって。諦めるもんか。ベルフ様、そろそろ教えていただけませんか？そのサムエのこと。うるさい。では聞き方を変えます。どなたからいただいたものなんですか？ああ、そういえばさっき自分で選んだんじゃないって。ねえ、リリも少し変だと思ってたんですよ。ベルフ様は基本簡素な衣装の服を好む傾向があります。そのベルフ様がこのように衣装に少し凝った衣服を着用してるのが、ひょっとしたら女性の影でも。そうなの、ベルフ。なそもそも18階層でお見かけした椿コルブランド様？ああ、ロキファミリアに同行してた石眼の。ああ、まあですが、別に隠すような話ではないのでは？ファミリアだったらそれって普通のことじゃないの？でも くそ。でもその団長さん、椿さんってどういう人なの？尊敬してるんだね。いや、素直じゃありませんね。うるさい。うん、なんとなくだけどわかるよ。そういうものなのかもね、憧れの人って。
憧れてないだけで目標であり理想なんですよね。おい、無理しちゃダメだぜ、みんな。行くよ。気をつけるにゃ。勝つために。私がやろう。負けさせないよ。反撃開始です。ありがとうございます。油断できない。気をつけるにゃ。我会自己再说。那原则上现在就是比较难打，是因为我两个被睡眠。誰も死なせはしない。行くぞ。任せとけって。よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。在九二六年完成。所以就说还是有一些难度存在。好，这次就破完了。那我们大家下次见，拜拜。喜欢我的话，麻烦订阅我，或是有问题可以留言。